勝ったらデートするみたいな約束があったと思うんですけど、はい、個人的に、ね、個人的じゃない、あ、個人的じゃない普通に振られましたよ、まだ振ってないですよ、全然男感が増したなというのは感じましたいけるんちゃうかさあ、ではまずはヤーマン選手からご挨拶いただきたいんですけども、あ、太陽渋谷のヤーマンです。はい、よろしくお願いします。じゃあ、さっき久しぶりですね。あ、お久しぶりです。はい、ちょっと喧嘩旅という番組で一度ご共演させてもらったから、そうですね、なんか、はい、あの、勝ったらデートするみたいな約束があったと思うんですけど、はい、あれからもうかれこれ1年くらい経ってますそうですね、1年経っちゃいましたけど、そうですよね、はい、でもまだ何もお誘いはいただいてないと思ってたんですけど、いや、なんか、あの、アベマがやってくれるかなと思ったんですけど、あ、そうなんですね、そういう感じじゃないですね、個人的に、ね、個人的じゃない、あ、個人的じゃない番組でぜひ、じゃあいつかデートできるように楽しみにしております。そして北口選手、ご挨拶お願いいたします。はい、あ、はじめまして、ターゲット渋谷の北口博です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はファンイベントということですけども、いかがですか、ヤーマンさん。そうですね、もうそれよりも今なんか普通に振られましたよ。まだ振ってないですよ、全然個人的にはみたいな、いや、あの、街の状態だったんですけど、番組でっていうことだったんだと思って。あ、そうですか、はい、まあちょっとこれは、はい、あの、後でゲームします。あ、本当です。なんかでも今、あの、ヤーマンさん、いろんな女の子にこう好きだ好きだって言ってるのを私ちょっと見かけてしまってるのでちょっとそんなこと言った覚えないけどな。本当ですか。 やっぱりでも、その時々ってあるじゃないですか。時々、はい、その時その子が好きだったっていう。あ、はい、誰にでもっていうわけじゃない。誰にでもではない、はい、今好きだった子には好きって言いますけど。あ、そうなんですね、はい、今好きな子は、今好きな子はまあいますけど。おお。ちょっと気になる話がありましたけどね、はい、でまあいろんな子が好きっていうことですね。まあそうですよ、男なんで。男なんで、そうなんですね。ちなみにお二人が今着ている衣装がビジュアルのお写真になっている衣装ということですよね、はい、着てみていかがでしょうか、どうですか。着てみていかがですか。あの、されるが漏れされてます。まあいいですよね、でもこういうのないし、こういう超意識ないでしょうか、今まで。まあ、こういうのもいいかなと思います。ヤーマン選手いかがですか。そうですね、まあ、いつも自分が着てる服のもかっこいいんじゃないですかね。それもとてもお似合いです。滝山アナウンサーにお伺いいたします。まあ、冒頭でちょっと、あの、デートのお誘いをヤーマンさんのお断りしたと思うんですけれども、はい、まあ、今回、あの、かっちりしたスーツのヤーマンさんを見て心境が変化などがございましたか。つもりはないんですけども、あの、ヤーマン選手がザマッチ終わった後にリング上で、あの、デートしたいっていうのをおっしゃってくださったので、私は本当マッチのスタンスだったっていう、それだけなんですけど、でもやっぱりスーツ姿を見るとこう、なんかより一層男感が増したなというのを感じました。はい、いけるんちゃうか。明日から毎日スーツで来ます。ちなみにこう、はい、あの、喧嘩旅といえばやっぱり芦澤選手なんですけれども、はい、先にヤーマンさんより先に芦澤選手がデートに誘ってきた場合はどちらに行ってしまわれるんでしょうか。そうですね、それがやっぱり、あの、戦略を優先すると思うので、芦澤さんが先だったら芦澤選手と行くんじゃないかなと思います。そこは、あの、またザマッチで決めましょう。